阿賀野川東間橋梁は、新潟県東神原郡阿賀町の阿賀野川に架かる、東日本旅客鉄道番越再線の鉄道橋である。岩越線の野沢駅津川駅間の延伸工事に伴って1914年に完成した。肘谷駅鹿野瀬駅間の阿賀野川に架かる全長175.7メートルの橋梁である。建設当初は、明治時代の文化遺産である。 一の戸川橋梁と同じボルチモアトラス橋であったが、1929年の、カノセダム建設に伴い、阿賀野川の増水により橋桁株が水没する恐れがあるため、阿賀野川下流川に新しく架け替えられたのが、現在のトラス橋である。なお、旧橋桁は撤去後に、秩父鉄道秩父本線の裏山川橋梁、安谷川橋梁、 押して沢橋梁にそれぞれ転用されており、減用されている。また、急橋客と、急橋代も、急線路跡とともに減損しているが、2011年7月の、新潟、福島豪雨による阿賀野川の増水により、可能性よりの急橋客一基が崩壊して亡くなった。初代のトラス橋は、単線上路式分文革プラットトラス二連。 単線上路式プラットトラス一連の形式であり、アメリカンブリッジ制である。二代目のトラス橋は、単線下地式極限ワーレントラス二連、単線下地、式プラットトラス一連の形式であり、横川橋梁製作所制である。下り下の正規方面の、本橋梁出口から、平瀬集落へ向かう右カーブが、県道322号沿いからの鉄道ファミア。 カメラマンの有名撮影ポイントとなっている。ありがとうございます。